男子走り高跳びでリオデジャネイロ五輪、東京五輪に出場した江藤校、神戸デジタルラボが出られる試合に出ていきたいと本格的に現役復帰することを明かした。この日、自身の SNS も更新、日本選手権、室内競技への出場意思と新たなユニフォームを投稿した。江藤は1991年生まれの32歳。三重県 鈴鹿高専ではインターハイ3位や国体優勝の成績を残し、10年の世界ジュニア選手権にも出場を果たしたほか、日本インカレでも優勝を飾った。筑波大大学院に進んだ後、地元の味の素 AGF で競技を続け、15年にはアジア選手権で金メダルを獲得する。同年の北京世界選手権に出場し、翌年にはリオ五輪に出場し、 高専出身選手として初の夏季オリンピック出場を果たしているその後も17年に2メートル3 0を飛ぶなど日本の第一線で活躍東京五輪が行われた21年シーズンを最後に現役を引退することを発表していた引退後は跳躍の大会イベントを企画運営する団体ジャンプフェスティバルを立ち上げて競技の普及活動をスタート その一方で昨年から自身も再び競技会へ出場し始め、昨年の三重県選手権では2メートル26をマークしていた。江藤は新たな所属先となる神戸デジタルラボでフルタイム勤務しながら五輪など世界大会へも視野に入れつつ大会に出場していく予定。SNS で新たな気持ちで初戦に臨みます。と綴っていた。